夏の日差しが差し込む7月下旬、緑が色濃くなったキャンパスで難関の国家試験を在学中に突破した男の子に出会いました。社会で、学校で、ひたむきに挑戦する彼らの大学生活を覗きました。この番組は札幌学院大学の提供でお送りします。会計ファイナンス学科4年生の辻さん、彼は3年生で挑戦した公認会計士試験に見事合格し、現在監査法人で働きながら通学しています。仕事は楽しいです。毎日新しい発見がありますので、そういうところでやりがいを感じています。でもやっぱり仕事なので辛いこともありますね、はい。高校から始めた簿記の勉強をきっかけに次々と資格を取得し、なんと日商簿記1級も高校生で合格しました。難しい資格なので、その合格する人も少ないので、取れたらすごいじゃないですか、高校生で。だからそうすごくなりたいなと思って勉強したっていうところはあります。それがモチベーションでしたね、その当時は。だから勉強した成果がその形として現れるところが楽しいですね、はい。そして取得した公認会計士の資格。試験の時はただ合格することしか考えていなくて、実際どういう仕事がしたいなとかはそのざっくりとしたイメージとしか持ってなかったんですけど、今その仕事をするようになって、やっぱりもう周りみんな合格してる方が多いわけじゃないですか。だからその中でどうやったら自分をそのアピールしていけるのかなということは考えています、はい。活躍を期待しています。